はい、どうもこんにちは、こうです。今回は食べ物モチーフということで5回回してきたんですけど、一つは前回のリベンジなんで撮っておきましょう。ということで、まずはこれから行こうかな。箱入り野菜ですね。はい、というわけでまずラインナップの方を見てみましょう。メーカーがジェイドリームさんで、箱入り野菜、すいません、ちょっと爪汚れてるのはちょっと塗料ついちゃって落ちないんですいません。白菜、きゅうり、大根、トマト、人参、値札もついてるんですね、これ。こん中だったらきゅうりか白菜かトマトも買おうかな。でジェイドリームさんといえば前回こちらですね、このミニチュアの段ボール、これもすごいよくできてたんで、本物の段ボールのようにねできてましたので、これは期待ないですね。このスケールと同じぐらいだったらいいんですけどね。じゃあ開けてみましょうか。じゃん、キュウリだ。あ、いいんじゃないですか、キュウリだったら。いやでも白菜見たかったな。このぐらいの大きさなんだね。ちょっとちっちゃいかな。でもバナナの段ボールがこのぐらいだとしたら、スケール感的には同じぐらいなのかな。これが当たった時に中身があるといいなと思ったんですけど、今回は中身もちゃんとありますね。フレッシュベジタブル、群馬県産のキュウリだそうです。生産者企画書いてますんで、裏返すとこんな感じですね。これキュウリすごくよくできてますけど、確かね、取れるはずなんです。おお、取れますね。ほらほら、猫はキュウリ食わないみたいですね。というわけで今回は、キュウリが、4本と段ボールっていうか箱ですねが当たりました。これはなかなかいいんじゃないでしょうか。今回はこちらジェイドリームさんの、なんだっけ、箱入り野菜でした。では次のガチャ行ってみましょう。次はこちらです。マルタイのラーメンペンケースですね。ラーメン大好きなんで開けていきましょう。ではまずラインナップ見てみましょう。カラーでいいですね。でこれが一番スタンダードなやつかな。それとごま醤油味、やったり豚骨味、からし高菜風味豚骨味、醤油豚骨味の全5種ということで、どうだろうな、このスタンダードなのか、あと醤油豚骨がいいかな、味的には。屋台豚骨もいいね。さあどれが出たんでしょうか。じゃじゃん、あ、からし高菜豚骨ですね。あ、思ったよりちっちゃいかな。実際のラーメンぐらいあるかなと思ったんだけど、それよりはちっちゃいですね。大きさ的に言うと、よいしょ、20センチ弱、19センチってことかな。で横幅が7センチ弱、6.5センチぐらいかなっていう感じですね。素材的にはちょっとペラペラな感じですけれども、一応ここがこう開いて
裏地は特にないですね。でこんな感じでボールペンをしまうとこんな感じ、ちょっと余裕ある感じなので結構入るかもしれませんね。何本入れてこれは会社で使いたいと思います。お、ちなみに裏はこんな感じになってて美味しそうですね。食べたくなってまいりました。ということで今回はからし高菜風味豚骨味が測りました。はい、というわけでこちらですね、最後のまんじゅうというか見た感じひよこなんだよな。やってみましょう。あ、赤だ。これ力技だ。よいしょ。すごいパッケージもなんかひよこみたいですね。美味しそう。まずはラインナップですね。今は絶滅してしまった古の生き物たちをラインナップ。でサーベタイガー、マンモス、ステラ大海竜、ドウドウ。で最後がビッタゾウガという全6種ラインナップですね。さて、これ何がいいかな。どれが出ても良さそうですね。これひよこに一番似てるのはこの辺かな。さて開けてみましょうか。すごい、これ開けちゃっていいのかな。ちゃんとしてますね。セロテープで貼ってあるからな。これはもうビリッといくの覚悟で。あ、でも案外綺麗に開きそう。これでも開けたらもう二度としまえないだろうからな。すごいな。じゃん、こいつ誰だ。これステラ大海牛ですね。この子出ましたね。一番なんかひよこっぽいんじゃないですか、見た感じ。かわいい、美味しそうですね。感触はソフビみたいな感じかな。下に穴が開いてるから潰れますね。手のひらに置くとこんな感じ。かわいいですね。ちゃんとちょっとシャドウ拭きしてあるんですね。成形色だけじゃないんだな。かわいいのが出ました。というわけで次はこちらですね。レジエコバッグ、食べ物を買ったらねエコバッグに入れるということで、まあ外で買い物したらねレジ袋に入れてもらうんですけれども、レジ袋風のエコバッグって感じですね。今回全5種ということで、逆でラインナップはこんな感じ。あ、三角折りとかこういう折りたたむのちょっと苦手なんですよね。小サイズが BACA じゃなくて AB の1つか、その大サイズが ABC ですね。まあ、絶対大サイズの方がいいけど、この小サイズ A がかなり本物のレジ袋っぽいですね。あとはなんか普通のエコバッグに見えてしまうんですけれども、なんかセブンイレブンがこういうセブンイレブンのレジ袋風のエコバッグを販売っていうしたのかな。結構人気あるみたいですよね。さて何が出たのでしょうか。開けてみましょう。あ、これは大サイズ A ですね。よかった。あんまりちっちゃいと使い物にならないからね。
お、ちゃんと説明書きも書いてますね。お弁当を入れる感じのイメージかな。あ、なかなかリアルじゃないですか。こんな感じのレジ袋ですね。レジ袋じゃないのか、エコバッグか。でもレジ袋っぽいっちゃっぽいかもしれないですね。大きさが大サイズで43cm×27cm で、マチが18、マチあるんだ。ありますね、結構ありますね。ということで、先ほど買ってきた金のこのぐらいのドーンと大きい入るかな、これを塗料入れたんですけどね、結構な重さになってますよ。あ、入る、入りますね。こんな感じでまだ余裕があります。で、重たいものを入れても切れる様子もなく、あ、ちゃんとなかなか使えそうですね。やっぱりマチがあるんで結構入りますね。これはちょっと使ってみたいと思います。こちらがレジ袋風エコバッグでした。では最後ですね、こちら前回のリベンジになります。驚愕動物と、なんだっけな、暇なの目だ、暇なの目っていうシリーズを買ってきて、どうしてもね、大きいのが欲しいと思ってもう一回だけ回してきたんですよ。カプセルがね、前回より大きくて重たいので、ちょっといいの出たんじゃないかなと思って取っておきました。ちょっと開けたくてうずうずしてたんですけれども、このテープすごいな。はい、見ないよ、見ない、よし、はい、あ、違う、驚愕動物の方でしたね。あの、暇なのねはちょっとあって画像させておきます、この辺に。結果こんな感じでした。というわけで、驚愕動物の第2弾、2回目リベンジですね。前回はこの猫が出たんですよね。こいつですね。作りすごくいいんですけれども、豚がね、パンダが見たかったんです。豚かわいい、小豚ね、で、犬、パンダ、で、ハリネズミということで、パンダか豚狙いだったんですが、じゃじゃん、出ましたね、パンダ。これは嬉しい。やっぱでかいね、大きい。驚いてる、これはいいね、すごくいいですね。ちょっと色飛びしてるところありますけど、絵の雰囲気、感じとかね、雰囲気もリアルに再現されてますね。これはすごくよくできてますね。絵の感じといい、塗装といい、驚いた感じね。驚愕動物に恥じない感じですね。前回のネットと比べるとこんな感じですね。同じ金額とは思えないぐらいボリュームが違います。互い驚くみたい。やったー、これはいいね。というわけで、念願のね、パンダ出ました。はい、というわけで今回は食品関連モチーフということで、マルタイのね、ボーラーメンのペンケースと
きゅうりのなんだっけミニ野菜箱入り野菜ですねとひよこ風のまんじゅうで食品を入れるエコバッグとリベンジの驚愕動物頑張ってしいな俺出ましたというわけで4つ引いてきました。皆さんのねガチャ購入の参考になれば幸いです。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございます。それではまたねー。